ゼロフェステレビミュージックキューブ。よいしょ。この番組はですね、はい、月1回 YouTube で更新して、うん、全5回放送でお送りしたいと思っています。はい、ご紹介させていただきます。ゼロフェス の、 あのミュージックキューブ司会担当サウンドランカーのケンタです。よいしょ。はい、ブルドッグボーカルのマサシです。よろしくお願いします。よいしょ。カカカハイキックスのカバタです。よいしょ。はい、でこの放送、僕たち3人で全5回、はい、ある議題について、ある議題、ある1個の議題について、なんだろうその議題は、喋っていこうと思っています。お、はい、おで今回の議題なんですけども、はいはい、何じゃん、はい、見えてる、ゼロフェスのゼロとはってことですね。何、よし、何、はい、まあゼロフェステレビミュージックキューブっていうタイトルですから。そうですね、はい、まずゼロフェスの、ゼロフェスって何っていうのがあると思って、ね、てかまずゼロフェスって何、そうなんですよね、そっからなんですよ。この番組って何、はい、うん、俺って誰分かってください。カッカッカハイキックスのカバタです。ゼロフェステレビ、はい、ゼロフェスのゼロ、はい、まずゼロってなんだろうっていうところから聞きたいなと思ってます。なるほど。ゼロフェスのゼロ、うん、カバさん、ゼロフェスのゼロって何でしょう。まあね、とりあえず笑いがゼロだね。笑いがゼロ、もう超真剣一切笑うやついない。もうみんな真剣、笑っちゃいけないフェスだ。笑フェスだよね。笑フェス、笑フェス決まるよ。 W がつくよ。 W 笑フェスで、笑フェスで、ゼロフェスのゼロ、じゃあまさしにも、はい、ゼロフェスのゼロって何ですか。ゼロフェスのゼロ、ね、まずゼロって言ってたの。ゼロフェスって、ゼロフェスのゼロとはやる気がゼロ。おー、みんなもうさすがまさしもゼロフェスモード入ってきちゃってるね。もうもうどんどん入っちゃって、もう全然もうこんな感じ。まず笑いを取ろうとしてないもんね。まず笑いがゼロ、笑いがゼロ、笑いゼロ、笑いのゼロでやる気のない、そうですね、笑いもゼロでやる気もない。あ、最低だね。低来ない方がいいね。来ないね。もうちょっと聞いてみようかと思ってます。ゼロフェスのゼロ、川さん、ゼロフェスのゼロって何でしょうか。まあ言ったら全国のローソンフェスティバルでね、略してゼロフェス。略、めちゃくちゃもう全国のローソンのフェスなんだね。で50円、おにぎり50円割引とかのレベルじゃないんだよ。もうもう祭り騒ぎ。もうローソンは願ってもいないのに勝手にこっちがやってる。ゼロフェス、はい。ゼロフェスのゼロ、もう一回聞きます。まさし、何でしょう。来ちゃいました、うん、そうですね、ゼロフェスのゼロ、男気ゼロってことは、もうみんななよ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 、あ、ね、あ、はいはい、もうみんな内股ぐらいの勢い。カバちゃん的なね。みんなね、あのカマフェスで、カマフェスですね。うわーやべえ、全部忘れて半端ねえな、マジで。じゃあ本当に最後に一回、うん、もう一回だけ川さんに聞こうかな。あ、本当のこと言っていいの。うん、全然いいっすよ。あ、わかった。全然最後に一発。本当のこと言うと、ゼロフェスのゼロって全速力の老人フェスティバルなんで。また略しか。めっちゃ速いよ老人。死ぬ気で走る。それこそ笑いゼロだよ。全速力の老人がフェスティバルしてんだよ。ちょっと想像してみて。いや、本当に。はい、ありがとうございました。はい、はい、ゼロフェスのゼロ、はい、説明させて、本当のこと言って、本当のこと言います、ね、じゃあ初めから言えよ。説明させていただきます、はい、ゼロフェスのゼロ、入場料が0円です。イエーイ。パグパグ。はい、何が、ね、何が0円かと言いますと、はい、はい、僕たちゼロフェスっていうのをライブハウスでやるんですよ、うん、それで、まあ、入場料0円、うん、まあ、本来ならばチケット代と、あとプラスドリンクチャージ代っていうのが、うん、チャージ代があるんですよ、ね、それはまあドリンクチャージ代が大体500円とか、そうですね、うん、まあね、いろんなさフェスあって、フェスっていうか無料イベントみたいなのあるけど、ドリンクチャージもないとかいうのはなかなかないですね。チケット代無料はね結構ありますね。うん、
まあそのドリンク代500円も、うんうん、いらねえよと。完全になしだからね、もうたくさんの方に来てもらいたいっていうのがあるので、僕たち0円にしました、うん、全く完全無料もういらないよね。完全無料もいらない何もいらないですやってこかと思って。電話もなる、ならない電話もいらない、いらない、いらない、そういうのもいらない、感じやっていこうと思いますね、はいはい、なるね、なりますね、なりますね。まあこんな感じでやっていきたいと思いますね、はい、はい、そんなわけでこの後もゼロフジテレビミュージックキューブまだまだ続くよよよよよよ。ゼロフェステレビミュージックキューブ、ゼロフェスフード早食い対決、よいしょありがとうございます。はい、こちらのコーナーですわね。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 いつからおこまちゃんだったんだよ。ゼロフェスで出させていただきます、うん、食べ物を紹介して、うん、はい、でそれでなおかつ僕たちがこれで早食いの競争をするというコーナーでございます。は、うんうん、い。なんかさっきから結構煙が出てる。大丈夫？はい。で今回対決の、はい、食べ物商品は、はい、はい、こちらになります。だれ？じゃん。はい、熱々のフランクフルト、よっしゃー。まあちょっとあの今回は熱々にしようとしすぎて焦げてるけど本番は焦げないです。本当になんない、こんなね。あ、いくら？ちなみに。あ、100円です。はい、100円、100円で、まあ多分ケチャップとかもつけるんですよ。ああ、そうだ、そうですね。ああ、まあマヨネーズ派はマヨネーズ、マヨネーズ、はい。ちなみにあの俺たち3人でやってるから、はい、これ食ったらあのすごく地味な絵になる。そうですね。そこはこの辺にあのワイプ兄さん出してもらってこの辺です ね、 そうですね。俺たち3人が後で映像見ながら、はい、しっかり解説の方もやる、はい、させていただきます。そっちで頑張ってしゃべってもらおう、はい、はい、そしたらじゃあそちらの方の3人に、はい、バトンタッチでいいんじゃないですか。この辺のね、はい、これに、はい、ワイプいただきました。実況のブルドッグスまさしです。解説はハイキックス川田さんとサンドランカー健太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではスタートです。はい、じゃあ行きます。3、2、1、スタート。はい、スタートしました。いったいった。お、速攻健太さんですね。健太さん、この時どんなスタートダッシュだったんですか。とりあえず誰かが妨害しようと思って。お、妨害ですか。それはいけませんね。お、どんどん川田さんが食ってきますね。お、入ってきます、入ってきます。どんな感じだったんですか、川田さん。そうですね、この時は汗を出すことに必死でしたね。お、みんな苦しんでますね。そうですね、川田さんどんどん食ってますけど、健太さんがどんどん映んなくなってですね、どんどん下向いてますね。どんな気持ちだったんですか。もうダメだ、普通に食べようって思いました。お、そうですか、みんなそんな表情ですね。川田さんも、お、川田さん全部食い終わったんですかね。お、口の中入って、みんな口の中からのあれですね、戦争ですね、戦争。川田さんどんな気持ちだったんですか。まさしの実況は下手だなと今思いましたね。あ、ゴールです、ゴールということでですね、久保田さんとまさしのゴールが、決まりました。ダントツぶりですね、その健太さん。この時の気持ちはどうなったんですか。もうネタを始めた。あ、そうですか。まだゴールしません、まだゴールしません、まだ遠いです。いやして、いやこれやばいよ、これまだゴールしませんということですね。ダントツぶりでしたけども、どんな気持ちでしたね。もうとりあえず、はい、暑かったですね。あ、ゴールしました。完全遅い。お疲れ様です。ありがとうございます、はい、それでは結果発表させていただきます。はい、結構際どかったよね。そうだね。じゃあ挙手制でお願いします。はい、うん、第1位は、はい、はい、どっちだよ。あ、俺が1位です。です。俺も1位です。そして、はい、本日のビリーはドゥルルルルダダン、はい、けんちゃんでーす。というわけでこの後はけんちゃんの罰ゲームと、そうですね、うん、はい、まあ後ほど一人でやってもらうってことで、はい、俺たちはここでお別れ。そうですね。そうですね、はい、はい、いやー本当にありがとうございました。それではまた次回、さよなら。ゼロフェステレビミュージックキューブ、はい、じゃあ僕
あのビリになったんで罰ゲームであのフランクフルトで一ネタやりたいと思います。ちなみにこのフランクフルトゼロフェスでは100円で売ってるので皆さんぜひ買ってください。よろしくお願いします。では行きます。トト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 トドスベドチュー、ありがとうございます。フランクフルト100円で売ってるのでぜひ買ってください。よろしくね。